超ブルー孫悟空さんの息子17号でした。この勝負を見届けたら何だというのです。くだらない。攻撃ですよ。一撃で仕留めないところがまた愉快です。トランチオーブの綺麗も汚いもありませんよ。負けたくないという気持ちが厳しいですよ。なるほど、攻撃は切れているようです。この程度で飛ばといて宝を消えているし、ね、相手をじわじわいっぱい来ていくわけです。やめんじゃねえ。これがお金のやり方というわけです。勝負に綺麗も汚いもありませんよ、ね、油断してたり鏡の戦闘力は同じくらいで、こんなものですよ。簡単に配慮を取らせる方が悪い。邪魔なザコはきっちり始末しなくては。交代してさっさと勝負を続けなさい。ザコは対応できないようです。さっさと倒してしまえばいいんだ。これがお二人のやり方というわけですが、少しはやりようです。力の出しを信用しているわけではないようですが、そろそろ会ってきましたね。人思いにやっていちいち反逆する弱者など叩き潰されて当然です。控えてそばにいるだけでは意味もありませんからね。いちいち反逆する弱者など叩き潰されて当然です。本当の力だ、本当の力だ。なるほど、攻撃は効いているようですね。負けたくないという気持ちが厚苦しいですよ。さあ、思ってみます。なるほど、攻撃は効いているようですね。力の出しを信用しているわけではないようですね。攻撃ですよ。一撃で仕留めないことがまた愉快です。楽しめそう。互いの戦闘力は同じくらいです。こんなものです。なかなかのスピードですね。少しはやりようです。壮絶な人、ご苦労様です。私には関わりのないことですね。二人揃って死ぬ行ないですか。無駄らしいです。互いの戦闘力は同じ。いちいち反逆する弱者など叩き潰されて当然です。だから見せるのが本当の力だ。互いの戦闘力は同じくらいです。こんなものです。力の出しを信用しているわけではないようですが、簡単に背後を取らせる方が悪いので決着がつきました。ま、結果はどうでもいいですね。スーパーサイヤ人にならないなんて俺を舐めないでください。